え今日はですねあのミルト式フィンガリングの三大極意これです、ね、おっと三大極意というのをやっていきたいと思いますそもそも最初にやるべきとこだったんですねここねあの僕の中での基礎基本の技術っていうのがありましてこの基本技術についてなんですがいろんな技術がタンギングとかあと スラーとかトリルとかまあこういうスケールとかいろいろ技術があるんですけど基本っていうところに分けた時に僕は息遣いそしてまあこんな表にする必要もないんですけど下タンギングですねそして手や指といったフォームまあ体全体かなファームになっちゃって。 ームはい無理やり直しました要するに姿勢を伸ばすとか、ね、こうちょっとこっち向くとかいろいろあるんですけどそういったもの基本的なその、まあ、そ体の外側の話をまとめてますけど、まあ、この大きくこの3つに分けられるっていうふうによくこういう表を使うんですね。はい、で例えばなんですけどスラーって技術ありますね。スラー。念のために、はい、スラー。このスラーという技術はですね あのまあ、ざっくり言うと何の技術になりますかって言った時にど,そのどういう基礎技術を必要としますかという話になった時に実は全部かかってくるんですよねこれは指の基礎技術がものすごく重要なんですよスラーという技術を行うにはだけどその細やかなコントロールをするには実は舌舌、まあ、あと口か舌口ですねそう口の形 そういうのを工夫することによって微調整することができたりとかそしてさらにそもそも根本的なこと言うと、まあ、息遣いも重要になってくるんですねすべての根幹なのでつまりスラーっていうのは、うん、まあメイン指がすごく重要になるんですけどこういう感じ見えますかね比率で言うとこんな感じですかね このぐらいが息遣いで、このぐらいタンギングが必要で、そしておおむね手の技術が求められてくるみたいなね。こうでも結局全部使ってるんですよこう。一番大事な点はここで、結局スラーっていうのは手の基本、フィンガリング、いわゆる手の基本技術、そして指、あ、指じゃごめんなさい、下あ、タンギングの基本技術、そして息遣いの基本。 っっててていう全てに関わってくるで。実はですねこれ言ってしまうとすべてほぼすべての技が何かしら多かれ少なかれこの3つの基本技術に関わってくるんですね。でこの3つの基本技術をきちんと身につけていくことによってその確固たる基礎を自分の中に築き上げていくことによってブレない演奏とかまあ いわゆる滑らかな美しい演奏とかいろいろそういったことができるようになってくるんですよ。で今日は今日のテーマそのうちのここですねこれ手や指のフォーム手や指そして全体的に構えていたフォームの極意の,その根本の部分について説明していきたいと思います。 具体的にどうやるのっていうのはまたこれからねあの追って説明していくんですけども一番大事な根本的な考え方です。これねこの根本的な考え方をすっ飛ばしているプロの方先生方はあまりにも多いです。うん、なぜって思うんだけどまあオカリナらしさとしてはねこういうのを考えない方がいいじゃないみたいなのも聞いたことがあってあそういう考え方もあるなみたいなそういうのもあったんですけど僕はちゃんと演奏したいっていうのがあるので。 ちちちゃゃゃんと演奏するためにはめにくちゃ重要なんですね,これがねなのでここをちょっとおろそかにせずやっていくスタンスでやっていきたいと思いますでじゃあその見ると式まあ僕が教えるものを見ると式って呼んでますけど見ると式におけるその極意の部分っていうのに触れていきましょうあのマスターブックの範囲から教科書みたいに教えていくというよりはこれを踏まえてマスターブック読んでくださいっていう内容になります じゃあこのミルト式フィンガリング三大極意これは要するにこれから僕のいろんなこのフィンガリング A 型とか B 型とかこの前やった D 型とかありますよねこういう D 型からやってるっておかしいんですけどそもそもこういうものをやる上で重要になる根本的な極意となりますはいその極意3つありますで3つあるうちの1つ目 ままずオープンししていきましょう、はい、キーの動きを極めるとありますキーってなんだよって話なんですけどキーというのはですねあのサックスとかフルートとかにはついているものであの演奏の補助をするためのものなんですねちょっと次のページを見ていきましょうこれですキー この部分、まあ、この部分ですの分かりづらいですかね、ここを、この白いところを指で押すようになってます。押すって言っていいのかな、あのその辺はちょっとサックスフルートやってないんでわかんないんですけど、するとですね、例えば、ああ、これは、例えばこれ、ここを押すと、これ多分僕、今から嘘を言いますけど、ここの、ちょっと太すぎるな、このぐらいかな、ここのね、 このなんだろう、棒がギミックが、ギミックです。ギミックが動いて、トゥ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 トて、ここが塞がる。多分ここ塞がないと思うんですけど、今すっごい適当に言ってますからね。要するに、押さえたところと全然違うところが塞がったりするんです。こういうふうになってるもの。要するに、このギミックそのものをキーというんですよ。あと、ここに穴があるんです。えー、色変えて青とかにしようかな。ここ。 ここに大きな穴が開いてるんですけど、これを指で直接押さえるんじゃなくて、ここです。ここの青くな、青今青く塗ったこの白いとこ、ここを押さえると、これがスポーンとこのくっついてるこのキーがですね、作動して、ポトッて穴を塞いでくれるっていうね、そういう仕掛けになってるわけです。このギミックのことをキーと言うんですね。で このキーというものがサックスやフルートについているとでそのキーをキーの動きとあるんですけどオカリナはですねそもそもそれついてないですよねでじゃあそもそもなんでサックスやフルートにキーがついてるのって話なんですけどこれまあ2つ穴が大きかったり複雑だったりして指で押さえきれないっていうのが1つの理由なんですけどもう1個あるんですねそれは何かっていうと美しい演奏をするために必要なんですよ これすごく僕、身も蓋もないことを今言ったんですね。というのは、美しい演奏をするために必要、必ずあってほしい、ギミック、それがキーです。サックスとかフルートとかね、そういうのにおける。クラリネットとかも一部そうですね。そうで、それが、何が,身,が身も蓋もないかって言ったらそれ、つまりそれ、美しい演奏をするためには、必要なものがオカリナについてないということなんですよ。 オカリナはそうですよね粘土をこねてこの形にしただけですからねついてないんですでなのでまあこれから説明しますけどなんでキーの動きが美しい演奏として必要なのかって話はこれからするんですけどそもそもオカリナにはないのでじゃあどうするのかっていうと自分の指をキーのようにして動かすんですキーの代わりをこの,指でこの指に担わせるんですね 僕のこの動きであなるほどって思うかもしれませんがこういう動きキーの動きをすることによって自分の指をキーとして美しい演奏に必要なものを補っていく必要があるんですねこのミルト式のフィンガリングでまず一番大事にしていることはこのキーの動きをいかに行うかということになるわけです、まあ、一応このままそもそも何でキーが必要なのかって話をしていきましょう キーがなぜ大事なのかって話なんですけど、これ A、B、あと下の方に C とかありますけど、まあ、この A の図を見てください。これキーです。はい、で、これ穴です。穴。この穴に対して、このキーがですね、正確無比に。 無比っておかしい。まあもう精密にですね。精密機械のごとくっていうよりも機械なんで、キーは。もう精密機械として、このまま下がってくるわけです。すると、こうやって今下がってきた、2段下がった、三段、3段っていうかね、こうやって下がってきたときに、今この状態のここ見てください。穴って全部開いてますよね。ここの穴、今全部開いてるんだけど、これが、このまま。 さらにキーがこの形のまま下がってきたとき、一応この瞬間、まだ全部空いてるんです。この瞬間でも100。100%空いてる。それが次、これが、もうちょっとスッと下に下がったとき、ここまで来たときに、ていうかまあ、こっちですね。右側のこれ。これになったときに、完全にこの状態で0%。解放率です。解放率0%。つまり全部塞がってますよね。この状態で。 こっちの状態は全部空いてるわけです。穴が穴が全部開いてる状態から一気に瞬間的にスポーンって全部100%解放だったものが0%解放になるつまり全,全開から全閉状態になってくれるわけですよこれがすっごい重要ということなんですがなぜなのかという話をすると下の B の図で説明をしていきましょう まあ、まずこっち側はこれキーの動きをしている状態でこっち側はキーの動きをしてない状態なんですがさっきのこの丸の方キーの動きをしている状態っていうのは指がもうキーのように上と一緒ですよねこれが要するにこの形がそのままこの形のまま真下に降りてきたのと同じように真下に降りてきて塞いでるわけですよ。 だから、これに関しては問題ないと。で、これがなんでだめなのという話。今、この状態見ていただくとですね、この状態、えー、半分、まあ、6割ぐらい、60%ぐらい空いてる状態なわけです。で、ちょっとここから僕の指でお見せしましょう。まあ、例えば、えー、じゃそう、えー、どれが分かりやすいかな、薬指とか分かりやすいですね。 こうじゃなくて、こういう風な状態、くにょってなっている、この状態ですよね。今まさにこの B の、後ろの B の、ここ、ここの、と、この薬指、これ、同じですよね。今、同じような感じで、左右逆だけど、まあ、同じような感じになってますよね。で、この状態から次、穴を塞いでいこうとするとですね、次、いきなりゼロにいかないんですよ。こうやって、パッといかないんです。なんでかっていうと、 こうスローモーションで動かすとこういうふうに少しずつ少しずつ穴を塞いでいくようなルートをたどって穴を塞げていくんですね日本語おかしくてすみません意味は伝わると思いますけどこうこうです、はい、するとこれがもうちょっと進んだこの瞬間絵で説明しましょうもうちょっとふにゅって進んだ瞬間っていうのはこのぐらいですよね すするとここが今30%ぐらい,空いてますね。もっと言えば、この今の黒,黒の部分と青の部分の間は45%ぐらいなわけですよね。もっと言えばっていうふうに、もう、間も少しずつ少しずつ変化していくわけです。もう、ピンときますからね。ふにゃーんってなっちゃうんですね、演奏がね。60、この黒の状態で60だったものが、50、45、30、29、28、27で、少しずつ少しずつ 少少しずつ少しずずつつえていく状態になるすると音ってもしその時に音が出続けていたらどうなるのかというところをちょっと考えてみてほしいんですこの黄色い線見えます上で動いてるこれね音程を表すんですよこれはちょっと待ってさすがにこれ拡大した方がいいだろうなはいこんな完全にこれにでいっぱいになったと思いますけど 上の方の方黄色い線、これ、僕が長く伸ばすと、こう、ピーってなってますね。この横,に横の長さっていうのは、僕の音の長さを表してて、で、縦軸、工程がです、ね、音程の高さを表してるんです。ちょっともう、多分直感的にわかると思います。やってみますね。 ですはいこんな感じですねこれではい今スクリーンショットを撮ってちょっとそのまま拡大していこうかと思います今まさに僕が吹いたのが今実演したのがこれ 太い線が太いここがドそしてちょっと高いんですけど音程、ね、だから全体的に音程高いですけど今同士同士とこんな感じですかねどのラインがこれで死のラインがこれなわけですねで音程はちょっと今置いといてここここの角度を見てくださいで ドとしの間に今僕がすらというまたこのそのうちね説明しますけど音をつなげて演奏するすらという技術を使って演奏したんですけれどここからこれさっき言ったように横軸は時間の長さです時間軸ですだからこっからしになるまでに実際かかっている時間実はこのぐらいあるんですよねこれもっと本気出せば多分もうちょっと早くなるかなと思うんですけどねえ このぐらい急にスコーンっていけばピアノみたいにこう階段上にドとシドとつまりここま,ここまでがドですここまでがシですみたいな感じで分かりやすく音が切り替わってくれるんですね。よく僕はこれ音の粒がはっきりしてるとか音の輪郭がはっきりしてるっていう言い方をします。まあ言い方とか表現は何でもいいと思うんですけど、ね、僕の場合はそういうふうに言うことが多いんですね。 でこの音の輪郭なんですけどキーの動きができてない場合はですねさっき言ったように穴に対してこうやって少しずつ押さえていく少しずつ少しずつ変わっていくプロセスっていうのがここに見えるわけですよこんだけ時間かかってますねほらこっちはというとここなので 運転の差なの分かりますでしょうかこっちはキーの動き。キー OK とか言いきましょうか。穴に対して、こういうふうにスポーンと押さえにいった、指をキーのようにして動かした押さえ方の時の音の変わり方。それをこういうふうにゃんふにゃふにゃってやり方やったときはこういうふうになる。まあ、大げさにやってますけどね、今ね。かなり大げさではあるんですけど、実際これ、あの、まあ、聞いて分かると思うんですが、 では全然違ううと思うんですよね、音の印象というのがねだからまあそれを目であえて見てもらってるっていう感じですけどこれだけ差が出てくるんですねこっちキーができてない状態キーの動きができてないと音の輪郭がはっきりしないということなんですあの音の輪郭がはっきりしないと例えばこれがホヤ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 ってなるんです結構早いパッセージの曲をねやろうとしてでも結構 何か,かかっこよくなんないふにゃふにゃしちゃうんだよなっていう人いると思うんですよね。それは何でってもう一とにこれですよ。もうキーの動きができてるかできてないかっていうことに尽きるんですね。キーの動き、こっちね。この A と同じような動きを B の方で、B の実際の指でもやっていきましょうねっていうことになるわけです。これから、あこ,こうじゃこっちの動きでやっていきましょうと。 これダメよということになるわけです。で、このキーの動きをいついかなる時もやろうっていうのがミルト式の目的だったりするんです。で、これが極意の一つ目ということになります。二つ目、二つ目はですね、僕は、まあ、言い方を変えるとこれ、リラックスする。 力まないということにもなるんですけど全く同じようなことなんですがそのために必要なこととして極意を伝えますだから極意の2はリラックスする力まないって言っちゃってもいいんですけどまああえてこっちをあのこっちをその極意のメインの方にしましたいきますはいこれです楽器は持つのではなく支える これが重要になるんですね。持つっていうのはこうやってこう物体をここに固定させる行為とそれに対して支えるっていうのはこう倒れてくるものをこう支えるとかあと物が落ちてしまうのを重力で落ちてくるのをこうやって支えるっていうこれが支えるっていうわけですで演奏中の力の使い方っていうのは持つじゃないんですよ支えるなんですね こっちがふさわしいというかあのふさわしいというか、まあ本当にこれが大事ということで、まあ、第え三大極意の二つ目は支えるというふうにしましたまあ目的は今書いたようにリラックスするために無駄な力を入れない力まないためになんですねもう一回書いとこうかな消しちゃった力まないためです これが重要なわけです。なぜかって、ちょっと今、ぜひやってみてください。手をパッと出して、めちゃくちゃ力入れてもらっていいですかぐーって力入れて。で、僕と同じこの速さで動かしてみてください。絶対無理ですよね。これ、なぜって僕今力入れてないですから、皆さんにだけ力入れさせて、僕は力入れてないんですよ。これは、僕も力ぐーって入れた状態だと、このぐらいしか動かないんですよ。指って力が入ってると動かなくなるんですよね。で、 まあこれがこのぐらいの時はいいですよ。四分音符とかね、せいぜい八分音符とか、でもこれがとか、あとまあそのうち本当プロ級になりましたみたいな、みたいなことやりたいですみたいな、そういう人の場合はもう絶対指に力入ったらこの速度では動かないんですね。だからギリギリまで 本当だったらまっ、ブラーンってやって、全く力入れたくないぐらいなんですけど、それじゃあ楽器落ちちゃいますんで、楽器が落ちないぐらいの最低限の力加減で、最低限の指で楽器を支えるようにするんです。あくまでも持つためにギュッて力を入れるんじゃなくて、ここに固定しとくだけ、乗っけとくだけなんです。今、誰かがもしここ手をパッと持ってきて、フッと持ってきたら、簡単に取り上げることができちゃうような。 力加減で僕は今こうやって3本の指で押さえてるんですね。で、残りの指はというと、残りの指は本当にリラックスして、穴の隙間が最低限、開かないぐらいの力加減。はっきり言って、こうやってたら重力で自分の指も下におりますから、重力ぐらいでも十分隙間開かないんじゃないかなと思います。まあ、心配な人はほんの少しだけね、キュッて押さえるんで、少しだけキュッてこう、見えるかな。この感じ。 このぐらいやってもいいかもしれませんがあんまり僕はやってないですね結局力を入れなくたってこうなぞってスポッて自分の指がはまるところに指を置いてあげればそれだけで隙間空きませんからあとは重力に任せるみたいな感じですねそういうふうにやってますするとこの楽器を支えてる指以外の残りの7本の指ドリームソラシドマではね7本の指に関しては本当にリラックスして吹くことができるので ここううやって自由自由在にに動かすことができるようになるよなわけですまあ普段こうやっててこんなに速く動かないよって力を抜いてもこんなに速く動かないよって人はあのこれを速く動かすための神経回路を鍛えるところからになっちゃうので同じ速さとは限りませんでも楽器持ってない時にこうやってこのぐらいの速度で動く人っていうのはこれで動くなら楽器持っても動くんですよ でできるんです実は急に遅くなるのはなぜか力が入ってるからがまあ絶対とは言いませんが力が入ってるからということが結構高確率で原因としてありますで今7本の指って言いましたね逆に3本の指ここなぜ3本の指なのかっていうとこれはですね、まあ、重心を取る こんな漁々しく書くほどでもないんですけど、このね、僕は思うんですよ、せっかく重力があるんだから、これを使わない手はないと思うんですね、もったいないって、使えるもん、何でも使いましょうっていう感じで、人間はもうね、科学においてねの、風が吹いたら風力発電して、水が流れたら水力発電してってね、いろんなありとあらゆるエネルギーを活用してきたわけですよ、引力という素晴らしいエネルギーがあるわけですよね、それを使わない手はないんです。 だからわざわざ自分が力を入れなくたって、地球の方に近づいてくるわけですから、楽器っていうのは。向こうからやってくるんだから、こう、3本の指で取ってあげればいいっていうので,で、その,その時に重要になってくるのが、この重心という発想なんです。重引力っていうのは真下に働いてるわけですね。地球上どこにいても、真下に。地球の反対側でも、下、上が下になってて、真下に働くわけです。ちょっとくどいですね、すみません。気をつけます。僕ね、まあいいや。 でなので、この真下に働く力を安定させるためには、ですねつまり重心を取るためには3点必要になるわけです。この3点、今後もすごい重要になってきますので、ぜひ覚えておいてください。重心を取るのには3点です。まあ、頑張れば1点でね、回転させてとか、あとこうやって 2, 2点でとかあるんですけど、これでもちょっと不安定ですからね、これでもね。 だから、やはり3点で安定させるというのは基本で考えていきます。そこで、左手の小指、左手の親指、右手の親指のこの3点でこうやって楽器を、角度を整えて支えてあげると、楽器ってそこそこ安定するんですよ。で、僕の楽器っていうのは、大体 280g ぐらいだったかな、ちょっと重めなんですね、インフィニティっていうんですけど、280g 分の力が下に働いてるんですよ。 それを指1本ずつこう支えているので、まあ、均等に割り振れば指1本あたり 100g 弱の力が加わっているわけです。そうでこの 100g 分の力があれば十分穴はキュッて入れなく力入れなくたって十分塞がってくれるんですね。これがプラスチックオカリナみたいに極端に軽くなってくるとまあわかんないですけどね。それはだからあなんか隙間空いてるなと思ったらちょっとだけ隙間が空かないようにキュッてこう。 横方向の力とかも必要になるかもしれませんけどアルト C 管において陶器,陶器製のアルト C 管だったら大体はそんなに力入れなくても,もう乗っけるだけで下がってくれるっていうのは踏まえておいてくださいだからそんなに力いらないわけですだから支えてるだけで力まない3点で支えてるだけで力まないリラックスした状態での演奏がもう可能になってるっていうことなんですねということ であと、指をこう上から下に下ろす、下から上に上げるにしても、指を動かすっていうことは、それだけエネルギーが働いてるんですよ。だから、ぎゅっと押し込もうってしなくても、このエネルギー分、確実に、指を動かす運動エネルギー分、確実に、スポッて、隙間を抑えられるだけの力っていうのは、楽器に加わってるんですね。だから、それ以上、ぎゅって、これをここまで持ってきたものを、ぎゅって、さらにここまで持ってくるような力は、 いいいらなななよよっていうようなことなんですねそうだからこの、まあ、1番はキーの動きとで2番は3点で楽器を支える重心を取ってあげれば残りは指は自由になるんだよ力まないんだよっていうことちなみにそうそうそう重心を取るっていうことでもう一個重要なのが例えば垂直にこう持ってると実はこれ親指2本だけで楽器を支えている状態になってるんですよなぜかというと小指が上に来てますよねこの状態って楽 重力は下にしか働か働ないんですだからするともし小指に全く力を入れなかったら、まあ、極端なのはちょっと力を抜くとこうやって浮いてきちゃうわけですよねまあそんなことはないですけどでそうしないためにはギュッて小指に力を見えますここっち力をね少し入れなきゃいけなくなるんですよねこんな風にだから力を無駄な力を入れなくて済むには重力を使うという発想ですから ちょっと斜め45度ぐらいこう持ってきてあげると乗っかってくれてここに楽器の方から自分に寄ってきてくれるようになるわけです。ということですだから角度もすごく重要なんですよっていうことになりますねそして次一瞬たりともこれですはい軸を失わない一瞬たりとも軸を失わない これがめちゃくちゃゃく重要になってきます。これ意外と盲点なんじゃないかなと思うんですよ。あんまかん、まあ、考えていらっしゃる方もきっとい,いっぱいいるとは思うんですけどね、えー。例えば、ドレミファソラシドってきて、このまま、ミまで来て、高いファを吹いたときに、左手全部離れますよね。 すると楽器が不安定になるからみんな大体どっか別の場所ここに親指を置くとかこういうふうにやったりとかなんかこうずらしたりとか持ったりとかこれ僕昔はこうやってたんですけどこうやったりとかいろんなそういう双法でこう補おうとすると思うんですけどこれ全部実は一つ失っているものがあってそれがこの軸なんですねどういうことか今じゃあソラシドレ しで左手は小指しかくっついてない状態なんですけどこれや今ね楽器持ちながらこうやってやっていただくと多分直感的に感じると思うんですけど小指全部離したときに小指があるからこそこの,この辺りだっていうこの感覚をキープできてると思うんですよねこれ例えばです小指パッと離しますよねでこの状態で目を閉じるで首を横とかこう立てとかぐん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 ,ぐん振りまくったとします体を思いっきり揺らしてみます やったときに、まあ、しっかりしてる人だったらずれないかもしれませんが、だいたいちょっとこうやってずれるわけですよね。だいぶずれましたねそう。こんな風に。ところが、小指がここにあれば、どんなことやっても、この小指が軸になって、他のその、わざとパーとかパー,をパーとかね、手を広げない限りは、大体この辺りだってことがわかるじゃないですか、直感的に。この小指が軸になってくれて。こうしたところで。 この役割を実は左手の小指がずっと担ってるんですよ。で、右手でも親指が担ってたりするんです。で、まあ、そのうちこの厄介なのが、フルートとかと違うところ、厄介なのが、この軸を離さなきゃいけないんですよ、オカリナは。壺状っていうね、すごく合理性のかけらもない形をしているので、いっぱい穴を開けなきゃいけないんですね。それでも音域が狭い。だから10本の指全部フル活用させなければいけない。 そうすると、軸としてすごく重要な指すらも、支えとして重要な指すらも離していかなければいけなくなっちゃうんですね。で、これをどういうふうにするのかっていう話はまたちょっと後日ってなってきますけど、この軸があるからこそここに戻ってこれるんだと。だから例えば僕がここに昔自分がやっていた、ここに親指を置く、ここに親指を置く、こういった双方、小指離したときにこうなってると、 今楽器にくっついてるのは親指とか人差し指ですよね。すると移動してこっちにこうきてるってことはこれ軸がずれてるの位置がずれてるの分かりますかすると同じ手の形のまま下ろそうとするともうこれがこうずれた分だけずれるんですねこんなふうにねあ、まあ。っていうかちょっとさらに変なふうなずれ方してますけどこうかこうきてこうきてここですからすると合わなくなっちゃうわけです。 僕の場合何もないと手を開く癖があるんだら今発見しましたこうこういう風になるあそうか分かった今こうきて親指も一緒に動いてるからまあいいやだから人差し指だけこう動かすと手はこっちに来ちゃうし親指だけこう動かすとこ今度手はこういうふうに動く要するにどこか1箇所ついてる場所が穴の上以外に来ちゃうと軸がずれるんですよねだから絶対一瞬たりとも パッて離して軸を失うようなことはあってはいけないし軸がずれてしまうようなこともあってはいけないというふうに考えていますこの基本の3つこれを僕はねめちゃくちゃ大事にしてるんですねキーの動きもう一回まあおさらいと思ったけどおさらいしなくても後でね動画を見直せると思うのでキーの動き そして、力まない、支えるって書いてるけど、力まないですね。はい、セット。そして、軸を失わない、ずらさない。この3つになります。これがめちゃくちゃ重要です。で、これらを、上の極意を実現するためには、ためにはというところで、下にいきます。合理性を追求し抜いた。 ミルト式フォームを習得するここでこのミルト式フォームっていうのは、まあ、よく出てくる A 型、B 型、C 型、C 型変則型。まあ、基本もあります。基本型。変則は H と丸1、K とかね。あるんですね。こういうのが。あとそもそもの A 型。 っていうところで、基本のその構え方、ちょっと斜めにとか指の腹でとか指の押さえる順番はこうとかそういうのがあるんです。こういうのをね。あの少しずつ小出しにあのまゆる緩めにね。触れて行こうと思っているんですけれども。この？こういったフォームを。全部習得していくとですね。このまあ例外が若干あるんですけど。 3つの三大極意、キーの動き、すごく重要なキーというもの、そして力まないで演奏するということ、そして軸を失わない、ずらさないという、この3つを常に保ちながら演奏することができるわけです。高いファから、こんないきなり死のフラットとかね、そうながあっても、例えばこういうのがあったとして、一気にね、 あのこれ川の流れのようにですねいきなり高いファに飛ぶっていうシドレファーってすごい大変だと思うんですよあと赤とんぼとか僕実はパッって指離してるだけなんですよねつまりキーの動きを完璧にやってるんですよいきなり高いファに飛ぶのにこれの僕の本読んでる人はもうはいはいって感じだと思うんですけどあの初めての人はえどうやってんのってなると思うんですねドファファーソラドファー やってますでこの時にただキーの動きできてるじゃだけじゃなくて軸は失ってないし全然力入ってないんですだからもし僕が演奏してる時に後ろから軽くポンって楽器やられたら簡単に落ちますこれあの対面のレッスンの時にね昔よくやってたんですけど僕がこうやってわざとパーにしてドー,ーって吹いてる時にここでパッと持ってってもらうってのやってたんですけどもう。 も簡単に持ってきますからね、これ。僕、全然力入れてないから。それは高いファンの時も一緒なんです。簡単に落ちるんですよ。全然力入れてないから。極端なことでうと、こうやってるのと変わらないんですね。こういうのと変わらないんです。乗っけてるだけっていう。それをフォームをいろいろ切り替えながら、リラックスしたままで演奏してるってことになるんですね。これがゆっくりな曲を、ゆっくりな曲を美しく吹く上でも。 難しい曲を、速いパッセージの曲を、タラララララって演奏する上でも、どちらも重要になってくるわけです。ただやれればいいと思ってる人は、別にそれで僕はいいと本当に思ってるんですけど、そうじゃなくて、いや、私はそれじゃ嫌なんだ、美しく吹きたいんだと思ってる人に関しては、こういったものを、この三大極意っていうのがないと、どこかで行き詰まります。このフレーズがどうしてもできないよねとか、できないことっていうのが増えてくるんですよね。なので、まあ ぜひ今後、あの僕のミルト式のマスターブックにしろ、僕の講座にしろ、何を見るにしろ、この3点を常に考えながら、頭の片隅に置きながら、いや、頭の片隅どころか、も念頭に置きながらですね、聞いていただくとなるほどなってなっていくんじゃないかなと思います。この辺しっかり踏まえていると、ね、一気に難易度、あの基礎として身についてくれば、いろんな楽曲の難易度っていうのがガクッと下がってくると思うんですよ。はい、ということになります。 今度また A 型とか B 型とかいろいろ出てくるんですけど、具体的な話っていうのはね、またね、ちょっとこの後、この先、またやっていこうかなっていうふうに思いますけれども、すいません。じゃあ、そういうことで、今日はこれで終わりたいと思います。じゃあ、えー、皆さん最後まで長々とありがとうございました。じゃあ、終わります。お疲れ様です。